はい、そのままちょっと小回り、出しました。これこのまま。はい、皆さんこんにちは、青島です。 YouTube で鉄道模型に関する動画をアップロードしています。まあ、今日はですね、レイアウトが一通り、まあ、落ち着いたということで、まだ一部ターンテーブルの辺とかできてませんけれども、一通りレイアウトが落ち着きましたので、今日は久しぶりに列車を走らせて遊ぼうというふうに考えております。ではスタートで、今日この4種類用意しました。左からトミックスの113系、スカ色、横須賀線スカ色ですね。で次、これが加藤の E259系成田エクスプレスで、次が加藤の251系スーパービュー踊りっ子、一番右が加藤の211系、この4本 JR 東日本縛りで今日は遊んでいこうというふうに考えております。今車両基地に並べておりますけれどもね、これ基本的にですね、全部8両編成で組んであります。まあ、このホームのね、有効帳の関係で8両編成までしか入りませんので、まあ、成田エクスプレスはね、固定で6両編成ですけど、それ以外の編成はね、例えばこれだと本来だと11両かな、スーパービュー踊り子だと10両、211系も10両が基本だったと思いますが、まあ、全部ね、ちょっと8両編成に短くしてあります。まあ、ここら辺はね、まあ、鉄道模型ですので、別に実写にね、リアルに寄り添わなくても、まあ問題ないということで、まあ、こうやって遊ぶ方法もあるよということでね、ご理解いただければと思います。ではまずはじめに、今車庫に並んでますからね、この車庫に並んでいる車両たちをホームに一回ね、出そうと、車庫から出庫させようというふうに考えております。1編成ずつ今から車庫から出していきましょう。じゃあスカ色からいきましょうかね。単純に一番左側のスカ色、113系のスカ色から出庫していこうと思います。では、ポイントを確認していきましょうかね。これはね、内回りに出します。内回りに出すので、内回りで、これをで、これが左で、これも左と OK だな。では一番内側の、まあ、仮に4番線としておきましょうかね。4番線まで、運んでいきたいと思います。電気は来てるんですけどね、ちょっと電圧が低いですね。動き出しました。このまま内回りを逆走させましょう。このまま逆走させてホームまで持ってきます。よし、OK。 じゃあ次、成田エクスプレスをね、隣の3番線に移動しましょう。3番線に切り替えて、車両基地のポイントも成田エクスプレスにすると、これでいいはず。じゃあ出庫させます。やっぱりちょっと調子悪いですね。レールの磨き方が足りないかな。入庫するときはちゃんと走ったんですけども、ちょっとしばらく置いといたらまたね、止まってしまいました。まあ、またきれいに磨いておきましょう。はい、これもさっきと同じです。そのまま内回りを逆走させて駅まで向かいます。
はい、これね、車体傾斜装置ですか、ついてませんので脱線しずにホームまでたどり着きました。 OK、 じゃあ次、スーパービューをドリコ移動させましょうか。まずはポイントを切り替えます。これは本線側に戻して、これは車庫側だね。こっちを外回りにして、これ全部電気でやりたいですね。手動でやってると間違いそうなん で、 でここのポイントが直進、これが左と、これでいいな。でまあホームとしてはまあ便宜的にはちょっとね、2番線ということにしましょうか。2番線に走らせます。で行きましょう。はい、そのまま直接外回りに、出しました。これこのままね、駅まで向かわせます。これホームは8両だけど、なんか10両編成止まれなくもなさそうですね。まあいっか、今日は8両編成で遊びます。このままね。はい、じゃあ次、最後211系いきましょう。211系はこれを直進するだけでいいかな。では出庫させます。おぉ。ごめんなさい。ホームを切り替えるの忘れてました。1番線ですね。ちょっと車両が古いのでね、低速走行が苦手なので、スピードがいわゆる スケールスピードですか、ちょっと速すぎるという指摘をよくいただきますけどね、これちょっと車両が古いのでね、低速走行ができないので、申し訳ございません。はい、駅に戻ってまいりました。 OK、 いいですね。無事ホームまでね、列車出庫させました。じゃあここからはね、この4本の列車を2本ずつ、まあ、内回りと外回りね、走らせて遊ぼうと思います。はい、それでは走らせて遊んでいこうと思います。まあせっかくですからね、最初は特急から行きましょうか。2番線3番線に止まってるそれぞれスーパービューを出ることを成田エクスプレスで遊んでいきます。では行きましょう。ちょっとね、カメラの台数があまり多くないのでね、一度にこの、3パターンしか撮れてないのが残念ですけれどもね、本当はもっといろんなところで同時にカメラね構えて、撮影できるとねいいんですけどね、まあ、昔はカメラの位置変えてねコツコツと走行動画なんていうのを撮ってましたけど、ちょっと251系遅いですね。あ、ポイントが本線側に切り替わってないかな、これ。大丈夫ですね。大丈夫じゃなかったですね。やっぱりね、勾配がちょっと急なんでしょうね。どうしても、8両編成ぐらいでモーター1両だと
下り坂はめっちゃスピードが出るし、上り坂はめっちゃスピードが落ちるっていうね、そういう現象がどうしても起きちゃいますね。これもうレイアウト広くして、なるべく勾配緩くできるようにしたつもりなんですけど、やっぱりそれでもね、6両編成ぐらいまでですね、成田エクスプレスぐらいまでならまあ順調に走りますけど、7両編成からだとちょっとこう上り下りでのね、列車の速度のこの差っていうのが大きくなっちゃいますね。ではね、しばらくこのままね、遊んでいこうと思います。